お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はねこちらのイカれる怒れる何ていうのかわかんないんですけど、ジャイアントに手を出すなチャレンジやっていこうかなと思います。で今8勝1敗なんですけど、まあ、このチャレンジをまあね説明しますと、ジャイアントがね常に0時状態です。はい、ストレス溜まってるのかわかんないですけど、ジャイアントは怒ってます。で今までねこういうチャレンジは後ろからねランダムでというか、お互いにジャイアントが出るんだったんですけど、今回はそういう感じでジャイアントが出現したりするわけではありません。ただただ自分のデッキに入っているジャイアントが0時状態です。だから自分が出したジャイアントには勝手に0時がかかってるよって感じで、ジャイアントを出さなければもう言ったら普通の戦いと一緒ですというのが、まあ、今回のチャレンジでございます。で、まあ、条件としてお互いデッキにこうジャイアントは絶対入れなければいりませんよと、しかもこのね0時かかってるよっていうマークもねついているよといったところで、このチャレンジのねおすすめデッキを紹介していくんですけど、まあ、今ねこう見えたと思うんですけど、いっぱいね今回準備しました。でこのねジェイスキャラが個人的にやっぱ一番かなと思いまして、今回こういうまあチャレンジだと、まあ、パターンが分かれるのは、こう強いジャイアントを生かした、もうジャイアントメインのデッキと、あとはジャイアントが相手に絶対が入っているので、ジャイアントを目立ったジャイアントデッキになるんですけども、こう、いろんなね、すごいやったんですよ。一回負けちゃったんですけど、こういろいろやったんですよね。ジェイスキャラだったり、こうジャイを通すデッキだったり、こう防衛固めのね、ジャイだったりみたいな。こうすごいいろんなパターンをやったんですが、エリゴレ風なねジャイだったりいろいろやったのですが、こうやってて思うのは、思ってる以上にジャイアントが強いです。はい、これは多分やると皆さん分かると思うんですけど、ジャイアントが強すぎて、こうなんかジャイの形ほぼできてないんですけど、ジャイがほぼタワー殴って落とすみたいな、こうあとは防衛固めのジャイをやってると、でスケラもこれ入れてたんですけど、ジャイだけでタワー落としちゃうんですよね。なのでジャイスケラまだいらないなみたいな思ってるもしたんですけど、まあ、この防衛のジャイは結構いいと思いますしね。防衛して、カウンターでジャイするだけで結構倒れますと、これはトリトンに連動が自信ある方ならいいと思うんですけど、なんか微妙だったな正直。なのでこのジャイと、このジャイイモリジャイと、まあ、あとこのジャイスケラかな。はい、なんかもうペッカとか入れようと思ったんですけど、正直いらないなと思いましたね、やってて。まあ、とりあえずやっていこうと思うんですけど、あとはデッキ作っても、ここでね、セットされてるデッキを使われるので、皆さん気をつけてください、ぜひね。自分デッキ変えたのに、こっちのデッキ変えるの忘れてたみたいな感じで、そのままのね、何回かやったデッキになってしまうことがよくありますので、ご注意くださいと言ったところで、アホみたいにジャイアント殴りますね。で、ジャイ出さなければ、それまでは普通のバトルなんで、これなんか今までにないね、モードな気がしますね。今までは、ね、両サイケツからジャイアント出てきたイメージがあるので。で、もしかしたら同じデッキ説ありますね、これ。同じデッキだとすごい流れがピンチですね。はい、同じデッキですね。来ました。これ、一回も相手に堅い作らせるの嫌なので、こんな感じでジャイスから攻めてスケルトン部隊。あ、ザピアー。そう、これ、ジャイアントって、施設プラスユニットで結構止まるんですけど、このジャイデッキは、というか、ジャイは、結構、まあ、止まってますけども、めっちゃ強いんですよね。今みたいに。まあ、スケラだけで今倒れちゃいましたけど、もう、レイジジャイが強すぎて、頑張って防衛しても止まんないみたいな感じで、ジャイがね、大暴れしてくれますね。さあ、ここスケルトン部隊で守るか迷ったんですけど、ザップ系打たれたら嫌だなって、まあ、やなめさっき使ってたんでないんですけど、ザッパルト嫌なんで、こんな感じでね、守っていきます。で、そう、今のでこんなに殴られるんですよ。やばいんですよ、そう。ジャイ出すだけでタワーはほぼ折れますね。で、0時かかってるんで、まあ、ケツから組んでもいいですけど、ケツから組もうとしたら、若干小走りでね、めっちゃ速いんでね、こいつ、パパッと歩いていくのがあるんで、基本的には、こう、不意打ちのジャイスキルが強いかなとは思いますね。さあ、ここですね、ザッピーとゴボールとかだったんで、ここでもうジャイスキャラ組んじゃえば、正直、ザッピー攻撃速度遅いですし、よいしょ。スケルトンラッシュがね、バカ入るんじゃないかなと、思いますね。で、ここね、コウモリも出しちゃって、このね、相手にユニットを溶かしてれば、バンバン剤。さあ、ジャイは、今回珍しく通ってないですが、スケラがね、バカ入ってますよ、と言ったところですね。でも、次とは右側にジャイ出されたら、止まんないと思ったんですけど、左に行きましたね。さあ、これスケルトン部隊で守る。いやー、このジェイがやばい。このジェイマジで。これだけでね、タワーアホみたいに削られるんでね。
さて、ザッピーとゴボリだったな、ここ。一回捨てて、もう一回ジェイスキャラしたら多分勝てると思いますね、正直。さあ、行きまーす。ジェイスキャラするだけで、勝てますね。で、全部のタワーの敵取ってて、あ、三角なんかいたんだ。三角なんかいた。これで僕はキングを狙ってるんですけど、タワーは左がね、落ちてくれるよっていう。さあ、強いですね。なんか、ジャイプラスのプリプリとかもあるじゃないですか。ジャイプリディガーもやったんですけど、なんかディガーいらねえなってなりましたね。ジャイプリ掘り使ってて、まあ普通にジャイプリ自体は強かったんですけど、なんかディガーがなくても削れちゃって、ディガーがすごい腐っちゃうんですよね。そういうなんか新しい感じなね、こともありましたと言ったところで、なんか火力ちょっと高いユニットは、必須になってくるんじゃないかなと思いますね。まあ、それがなければ、しっかり施設プラス防衛ユニットですけど、思ってる以上にジャイが強いので、ジャイを生かしたデッキの方がね、いいんじゃないかなと思います。このデッキはジャイ生かしてるのかどうかわかんないんですけど、このデッキはマジで、デッキの完成度が違いますね。本当に。報酬が豪華しかも。デッキの完成度が高くて、しかも前シーズンのグローバル1フィニッシュもこのデッキ。あ、まあでも、ザップの枠が雪玉なんですけど、ザップの方が、なんかスケルトン部隊の採用率が今高いんですよね、これも謎に。スケルトン部隊の採用率高いので、それに対して、まあザップが有効、あとインフェルノタワーとかね、にパッと打てるんで。あ、で、施設なんですけど、正直テスラとかインフェルノタワーも、全然強くないですね。なんかジャイが殴るの早いし、建物に近づくのも早いんで、なんか、もう近づいてって早々に壊してって、またタワーに近づくみたいな。なんかすごいんですよ。施設に対して、このジャイ強いんですよ。このジャイなんかね、欲しいですよね。レイジジャイみたいな。新カードとして、ちょっと現れてくれてもね、面白いんじゃねっていう。相手にザップ打たれた。ザップ打たれたら、あ、ボーパイ、あ、ボーパイもいいですね。ボーパイされてるんですけど、これ見てください。スケラは通ってないのに、ジャイだけでこんなに削ってますからね。今、ジャイゲーですね、これ。で、これもし左にマスケ出して元気度してたら右になんかジャイとか来た時に怖かったんで、一回ね、待ちます。さあ、ジャイを出すだけダメージは入ります。なので、まあ、しっかりね、防衛できるか、どのくらいね、相手のダメージを抑えれるかっていうのが結構大事になってくると思いますね。さあ、ここね、僕も右出せば450は100落とせるんですよ。普段通んない攻撃も絶対的に通るんで、で、言ったら左側を完璧に守るのも無理なので、まあ、気持ち捨てつつね、気持ち捨てつつ、てか相手とほぼデッキ一緒なんですよね。なんか。で、これだけでタワー落ちますからね、一旦タワー落ちて、ユニットの残し合いみたいになりますね。どっちがうまくユニットを残して、その後の攻撃に繋いでいけるかみたいな。さあ、ジャイマスキミリペギャングポイズンでしたね、相手。すんごい暇になるな、これ。スケルトン部隊は、まあ、ザップ打たれるとしても、取っておきたいっていうのがあるのと、まあ、ポイズンは使ってくれたら使ってくれたでいいですし、まあ、防衛意識の、スマスケッティアから入っていきましょうか。ふぅ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 。あ、そう、ほら、ジャイが勝手に歩いてくるんで、あんまジャイを出しすぎると、ケツからね、こんな感じで美味しくいただかれやすくなるので、気をつけてくださいね。よいしょ。さあ、ザップ。相手ザップ使った。ジャイ早い、ジャイ早い。お前、行き過ぎ。マジで。ほんとにジャイ早すぎるんですよね。これ速攻やらめ。オッケー。ユニット残す。で、ここは一回守ってもいいと思いますね。守ってカウンターでジャイ出せた方が、勝ち、まあ、気もしますね。一周目のジャイが、先に相手陣地に行きすぎて怖い。ですが、ここは決定します。ポイズン使った。ここですね。二周目ジャイアントで、まあ、両方ね。このレイジジャイゲーミングしてると思いますね。さあさあさあ。で、これちょっとむずいですね。まあ、ヤナミ一旦打って、さあ、この一周目じゃ正直捨てみたいなとこありますね。で、ここ多分ザップ打たれるかな、打たないで。あ、打たない。オッケー、マスケル。マスケル、マスケル。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 いや、むず。同じような戦いになりますね。あ、ここも行っていいんじゃない？相手ジャイ出したし。で、ギャング？あー、ボーパイガール。あー、ミスった。ボーパイガールのミスったけど、このジャイでほぼ削れる。ほぼ削れる。オッケー、真ん中ジャイするだけでタワー削れますね。やめてやめてやめて。真ん中ジャイ来ると結構やばい。真ん中ジャイやばいっすね。さては、真ん中ジャイゲーか、これ。だって真ん中ジャイしてザップ打たれたら終わるんですよね、僕。さてはやばい。あ、ロケットしやめろ。ちょっかい出すな、ちょっかい出すな。オッケー、真ん中ジャイと、マスケ警戒。お、やべやべやべ。
やめろやめろ。いて、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 危ない。危ない、危ない。もう一発撃って。よしよしよし、来た来た。こうやって、ジャイスケラ、ジャイスケラでこっち。これスケラ撃って、ジャイないけど、ここで、切り替えさせて、オッケー、このジャイ、このジャイ、このジャイで、このジャイで、頼む。雪玉欲しい。雪玉ないとやばい。雪玉ない、雪玉ない、雪玉ない。やばい、雪玉ない。待って、待って、待って、待って。待って、待って。お、なんか、オッケー、いけるぞ。いけるぞ、ナイスー、ナイス、ナイス、ナイス。いや、でも、同じようなデッキでしたね、これ。まあ、ジャイスケラが頂点なのかわかんないですけど、まあ、ジャイですね。あと、ジャイとミニペかな。ミニペも結構活躍してますね。デッキ変えてもいいですが、まあ、このジャイスケラでいい気もしますね。これか、この防衛、ガチガチ防衛。じゃあ、一旦このね、防衛ジャイも使っておこうかなと思いますね。アイスイズ、ここで変えないとデッキ変わらないのでね。まあ、今みたいな感じですね。マジで。お互いスケラはほぼ通ってないけど、ジャイだけで、タワーがね、落ちるような、まあ、ゲームですね。なので、どれだけジャイのダメージを抑えられるかっつってやつを、まあ、ずっと言ってますね。お腹空いてきた。で、トレネ入れてましたっけ？トレネ入れてたな。僕、デッキ組むのマジで遅いんですよ。本当に。申し訳ない。で、今回はプリンスでしたね。まあ、防衛、防衛、防衛、後ろから流すよっていうので、あとは墓石。さあ、まあ、本当これ、最初、タルババの枠かな。スケラー入れてたんですけど、いらなかったですね。スケラーがなんか通んないかったというか、いらなかった。いきます。よろしく。さあ、ジャイ、相手ジャイ展開来ましたね。で、このジャイはめっちゃ早く歩いてくれますね。あ、てか、ヒーラー欲しくなってくるな、これ。相手がライトニングとかポイズンだったらすごい悩ますが、墓石もないが、ユニットでね、しっかり守っていきます。で、まあ、ここはどっちか生きるでしょう。ライドラかアイスイズか。さあ、ここも端前 J 繋げたら絶対タワー折れるんですけど、コスト的微妙な部分が、OK! これね。これ普通だったら施設プラスなんかとかで守られたりもしますが、このジャイはね、マジで鬼強いんですよね。止まんないっすね。しかもなんならこれで、キングはいけないか。さすがにね。ですが、相手のダメージほぼ抑えて1個折れるっていうのは、これはでかいですね。まあ、このジャイは本当になんかこんな感じですね。さっきのジャイは、まあ、なんか自分が結構攻めるデッキなんですけど、今回のジャイはもう守って、カウンターでね、端前ジャイすればタワー落ちるみたいな感じですね。ワンチャンポイズンいらないかなとも思うんですけど、で、ユニット、なんか回転早めとか、ヒーラーとかヒースピとかでもいい気もするんですけども、まあ、これでもいいかなっていう部分ではありますね。スケラーとか、まあ、ジャイと合わせるならスケラかバルーンだと思うので、それに対してもポイズンいいかなっていうので、さあ、持っていきます。で、まあ、すごいやりづらい点としては、ジャイが手札にずっといますね。ジャイが手札にずっといるので、すごいカード回しにくいのと、もうこれだけで、守っているものの、そう、タワー折られちゃうので、これ辛いですね。普通だったら、こんなダメージ入らないのに、これだけでダメージ、大ダメージ受けちゃうので、さあ、倍返しだ。いけ、俺のプリンスカツンしろ、カツンしろ。カツンしたらなんなら勝てるんじゃない、なんなら勝てる、なんなら勝てる。うん、ミニ残り。さあ、いいよ。あ、でもこれでタワー落ちる。なので、なんかね、防衛してても、ダメージめっちゃ受けちゃうので、それなら、ジャイスケラのジャイでいいかなーって思っちゃったんですよね。これ使ってて。まあ、なんですけど、まあ、これも十分強いよっていうのが、まあね、わかるんじゃないでしょうか。さあ、これはまあ、ジャイ出すだけタワーで 100% 折れるゲーミングなんですけど、まあ、別にポイズンでも落ちるので、一回ね、丁寧にいきますね。さあ、ポイズン打って、あとはまあ、ガン待ちしましょうかね。で、ライトニングとか積む人もほぼほぼいないと思うので、まあ、ライドラも生きてくるよねっていう感じで、さあ、でも芝なので、もうジャイ出すだけですね。ジャイ出すだけ。あとはスケドラが来るけど、攻め取るので、かき集め。これ墓石？墓石で耐える。さあ、墓石で耐えつつ、プリンスで守りつつ、気づけば、レイジージャイアントがタワーを、埋め物！おっしゃ！おっしゃ、グッドゲーム。さあ、まあ本当に、ジャイゲーですね。ペッカとかいらないと思いますね。守ろうとしても結局ダメージ受けちゃうんで、で、カウンターも多分そんな繋がらないと思います。なので、ペッカとかでメタルよりかは、まあ、こんぐらいのメタルぐらいなら、まあ、許されるんじゃないかなと思いますね。さあ、ラスト、このスケルトンのこのスタンプ、鬼可愛いですね。
これ、あの、僕スケルトンのスタンプ好きなんですけど、あのここにまだこれしかないんですけど、スケルトンスタンプ言うてこれぐらいか、僕が好きなやつなんかなかったかな。まあ、なんかスケルトンちょっと可愛かったですね今回、なので手に入れたいと思います。でもうほんと防衛からですね、これか、もうワンチャンジャイプリぐらいなら行ってもいい気もしますが、もう11勝目とかとなるとちょっと相手も強そうなのでね、一回ね。でもうトレネ捨てちゃいますね。ちょっと手札を回したいですね。さあ相手がギャング、枯渇じゃん、ワンチャンで J30 重視とかもいんのかな。なんかいろいろ考えましたね今回。ちょっとこういうモード僕好きなので、どんな試合にしようかすごいいろいろ検証したんですが、てかポイズンまで使ってくんだな。ポイズンギャング、ポイズンザップのギャング、相手のデッキを覚えるの大事ですね。これスケラったら勝ちでしたね。相手ポイズン使ったもん。ああそう、スパーキーもあのやろうと思ったんですけど、シンプルにザップでリセットとかスケラアイテムもいるんで、スパーキーは弱いなと思いましたね僕の意見的には。まあ実際どうかわかんないですけど、正直僕はいらないと思いましたね僕はね。でもこのライドラがやられちゃうと、ここの前に J 作られて、まあ、いらないとか言っておきながらやられるっていうのが、まあ、僕なんですけども。さあさあさあ、ここ一回墓石に打って、いて、これ一発受けますね。一発なら、まあ、この後プリンスがね、防衛してくれるよと。いやー、相手 J のレベル8じゃん。めっちゃダメージ受けるね。で、ギャングか、これは。相手はジェインスパですね。なので、まあ、言ったらこの僕のライドラですね。ライドラをこう、なんかシャシャってね、さっきみたいに使っちゃうと、あの、ピンチになっちゃうんでね。ライドラはおとなしく、てか相手すげえな。ミニペとか8でやってますもんね。それはね、普通にすごい。生きてー、まあ、エレキもいましたね。エレキもいて、なので一回やっぱこう、生きから行くのが大事かな。さあ、ケツスパーキー来ねえかな。ケツスパーキー来る。で、ここジャイ行きたいんだけど、行かなくてもいい気もしてきましたね、正直。あー、めっちゃいいポイズン、それ。いや、こっちってやべえっすね。普通にやべえ。普通に負けそう。格下に。で、これジャイ出されたら多分止まんないんですよね、マジで、このジャイ。本当に。さあ、止まんない。止まんないが、頑張って止めます。止まんないんですけど、頑張っては止める。で、ここで、攻め合いからの、引っこ抜いて、あ、引っこ抜けたら、今引っこ抜けたらマジで、うわ、やった。引っこ抜けたら勝ててた、多分。あ、てか、落ちる。え、お前殴りすぎだろ。なんで今のはびっくり。マジでびっくり。本当にそれぐらい J が強い。だって今やばくないですか、これで勝つっていう。本当にね、ラッキー勝利。ラッキー勝利になりますが、まあ、強いですね。なんで、まあ、この防衛、どんなに頑張っても防衛できないけど、J が強すぎて、まあ、J が入るって感じなので、こう防衛意識もすごい良かったですけど、個人的に良かったですけど、これか。この、まあ、自分から攻めちゃってもね、いい気もしました。ってわけで、まあ、いろんなデッキちょっと作ったんでね、ちょっと面白そうなのあればね、面白そうだなと思ったら、他のもぜひね、使ってみてください。個人的には、まあ、この、防衛ジャイと、このね、攻めジャイですね。ぜひぜひ。皆さんね、これ報酬めっちゃ豪華なんで、ゲッツー、ぜひね、クリアしてみてください。では、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。